ザ・クリエイティブジャム。この番組は歌詞家の藤原誠二、アーチコアの多田健二、アーティストの寺口隼人の3人がデザイン思考とクリエイティブ思考でいろんな悩みを解決していこうという番組です。ザ・クリエイティブジャム来た。そういう感じでいくんや。急にということで来ましたよ。前のバージョンに戻りました。戻りましたよ。はい、はい、本当にね、もう本当もうどういうことなんやっていう日々ですね。もう日々です ね、本当に。ということで、久々に、ね、また収録しておりますけれども、はい、今回のトピックはなんと、我らが、クリエイターのコミュニティ、はい、オンラインサロンクリーム、クリーム、はい、オンライン懇親会を久々に開催しましたということで、おめでとうございます。やりました。第2回ですね。第2回、はい、第2回、はい、僕は初参加やったんですよね。はいはいはい、はい、前やったんは去年ぐらいですか。ちょっと今年にもう一回やっとやって、でその前が結構空いてたんですよね。本当にもうね、めんどくさいんですよコミュニティは。そんなことないですよね。そんなことはないんですけども、久々に空いてね、はい、まあ、やろうかと。そうですよ、全国の、まあ、なかなかね大阪拠点なので、みんなの顔がわからないということ で、 そうですね、まあ、オンラインだと全国から参加してもらえるということで、うん、まあ、あのオンラインの懇親会を開催しまして、うんうんうん、今回は11名、ね、そうでしたね。11名も集まりました。そうなんですよ、素晴らしいです ね、その手前の告知まではゼロやったんですから、ね、そうでしたね。一瞬あれですもんね、中止するかっていうね、中止が匂ってきてましたよ ね、ちょっと噂は漂いましたね、はい、ずっと台風の到来とともにね、中止を決めようかと思ってたら、なんと11名、素晴らしいです ね、 そうですね。あれでね、まだ多田さんがあのちょっとねリマインドも大事やでと、うん、もう一回言う、うんうん、忘れてる時にね、どういう何参加の仕方があるかとか、はい、うんうんうん、まあ、内容こんなんでいいですよっていうのを書いてたらいいんちゃうかということで、ね、うん、告知はね丁寧にまめにやったらね、いや必ず伝わると。そうなんですよ、結構忘れてますから ね、効果抜群でしたね。はい、ね、我らはやっぱりね、3年4年、サロンやってると、うん、おごりが出てきてそんなそんな、この程度でいいだろうと、うん、だんだんおごりが、まひってくるね、まひってきておごりが出てきて、はい、ね、うん、投稿もおざなりにやっぱりね、そのあたりはね、まあ、それを ね、初心に帰ってね、告知はね、まめにまめにやっぱしないとね、ダメだなという ね、 ですね。というか、コロナ入りたてのなんかズームミーティングとかいっぱいやってた頃って、うん、確かにこんな雰囲気やったなっていうのを久々になんか思い出しましたね。なんか懐かしかった ね、 あのオンラインで喋るやつ、うん、ですね、ちょっとズームみたいなもちょっと流行りだしてね。そう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 、流行りだして、でこういうのってちょっとズーム開くまでちょっと緊張するじゃないですか、うん、だからみんな直前に入ってきたなみたいなのもなんかねえ、ありますよ ね、 すね、まあ、あの1時間のね懇親会やったんでね、はい、まあ、あの11人ぐらいになると大体自己紹介でもほぼ終わり。そうですね、そんなもんすよね、やっぱり ね、 ね、まあ、ちょっとね時間を無制限のやつに変えないとやばいなということで、本編ネタはオンライン会議ってズームオアGoogle Meet ということで、これね、はい、どっちで行くんかっていうね、はい、はい、ということで今日もね、まあ、あの一長一短あると思うんですけども、一長一短、まあ、であのね、まあ、ズーム使ってる人の方が多いんちゃう、人口的にはね、まあ、そうですね、多いんちゃうかなと、うん、で今回はなんか Google Meet でやるってなって、はい、あ、Google Meet って初めてやなと思って、うん、でなんか使ったことないんで僕ね、はい、どうやって使うんやろうとか、で設定とかしてるともう使ったことないし、もう開き方も分からへんのですよ、うん、でこうなんかこういろいろ調べてたら、うん、なんかやっぱりこう YouTube でね、はい、まあ、ご丁寧にこう、あ、ここで壁紙変えますとか、はい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 、言ってくれてるんですけど、その画面じゃ全然ないですよね、はい、なんか、うん、あるあるじゃないですか、うんうん、あるある、そんなもんもうやめてまえっていうことで不参加にしようかなやっぱりこのあの壁紙めっちゃ大事じゃないですかね、はいはい、あのものすごく綺麗なね、うん、はいはい、もうこう、あ、もうそのまま出せる、うん、ね、あれやったらいいんですけど、やっぱり自宅とか部屋になると暗いし、僕の部屋特に暗いし、うんうんうん、でなんかもうタンスとか映ってるし、これはまあ大体そのまま出されへんなってことで、もズームの時はいつもその壁紙をね、うん、用意してるんですよ、はい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 、でまあ、その壁紙コピーってやって、うん、で朝とか昼とか夜とかいろいろこうやる時間帯によって壁紙も、朝やるときは朝の壁紙、あ、
なるほど。夜やるときは夜の壁紙とこう分けてるんですよね。分けてるんですね。分けてるんですよ、ちゃんとね。はいはいはい。で今回も変えようかなと思ってたら、うん、もう変えられへんやんけと、うん。もうこの部屋でやるのはもうできへんと。うん、もうこの、ね、19時やったんですけど、はいはいはい、19時までに設定ができへんかったらもう不参加にしよう。こだわりが決めてたんですけど、あ、ね、ちゃんと見つかってこうやるんやなっていうことでね。一応壁紙設定できたというね。よかったです、うん、してみたらね、まあ案外、まあ、Google Meet も一緒なんですけど、ただね、あれなんです、一、うん、つ機能設定してみて違うのは、うん、Zoom は壁紙もちろんできるんですけど、うん、プラス、うん、エフェクトをちょっとかけれるんですよね。エフェクトってのはほんまにインスタのああいうのと一緒で、なんかね、あの僕いつも使うやつがあるんですけど、うん、結構暗かったらライト当てたりとかしなあかんじゃないですか、うん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 、それがまあそこそこ暗くても、はい、なんかええ感じで、あの暗くなく明るくしてくれる、しかも背景と馴染むエフェクトっていうのがあるんですよ。それかけたらもう一発でええ感じになるんですね。それがあるかないかでめちゃちゃうんですよ。なるほど、うんうんうん、Google Meet はそういうエフェクトないんで、うん、これは痛いな。なるほど、これは痛い。なるほど、照明めっちゃ高なあかん。はいはいはい、はい、確かに、ね、だからこのあたりは、ね、うん、そのオンラインサロンとかやっぱり女性も多いし、うん、はい、このあたりは気にするんちゃうかなという映り ね、 ね、うん、そうです ね、 ね、ほんまにやっぱり Zoom ってもう、あのこの Zoom っていうだけでこのオンラインのなんかミーティングみたいなイメージがもうつきましたもんね。もうズームでってね、もう固有名詞がもう、ね、ですね、標準化しようってなって、 LINE しようと同じような感じになってるんで、うん、ただ、皆さんお気づきやと思うんですけど、会って喋ってるのと、うん、オンライン会議、うん、盛り上がりちゃうと思うんでしょ、うん、あ、はい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 、これも理由がすごいでかい理由ある。お、実はそうなの。オンライン会議じゃダメな理由が、あ、オンライン会議や、それが絶対もうなされ、絶対になされへんという理由の大きい理由を、あの脳科学の人間が挙げてはったんですけど、はいはいはい、なるほどと思ったんですけど、あのね、ズームとかこうオンライン会議やるじゃないですか、自分の見てる視点って自分の顔なんですよ。あ、ほぼ確かに8割方そこなんですよ。自分見てますね、確かにね、ちゃんと映ってるかとかどうとか。これ普通の対面の時ないじゃないですか。ないないない、うんうんうん、こんな自分でずっと鏡置いてたらきしょい、きしょいじゃない。そうですね、確かに言われてみたらそうですね。だから会話がスムーズじゃなくなるらしいですよ、だからこう注意散漫になってる、散漫になってる、自分の顔ばっかり見てるから、そうそう見てるからね。はっはほぼ人の顔見てない、人の顔見てないし、人の話も聞いてない、聞いてない。まあ普通の会話やったら目合わせてなかったらなんか会話ってなんかできないですもんね。そう、なんか本来は普通相手とかに集中してるところをこう自分を見ながらこう話聞いてるみたいな。確かに、あ、見てる回数多いですよ。多いですよ。だから8割何分ぐらいは自分の顔見てるというデータ。8割も見てますか、うん、8割がめっちゃ自分好きですね、本当に。そうなんですよ。でかといって自分の顔切って入室したい、はい、ええー、かという問題でもまあないじゃないですか、他の人からしたら、ね、だからこの辺のね難しさ、確かに言われてみたらそうかもしれませんね。そうなんですよね、無意識に見てます。無意識に、まあ、見たいとかじゃなくても無意識に見てます、ね、これは自分の多分本能でね、多分見て、まあ、持ってるやと思うんですけど、ちゃんと映ってるかなとかね、まあ、そもそも人間って顔に反応しやすいというのはね、そうです ね、 ねデータとしてあるから、まあ、自分が映ってたらやっぱ自分見てまうという、それはある、これはあるんですよね、だからこれは Zoom の多分ジレンマ。そう、まあ、これ今後なっていく、なんかこうちょっと間がこうとか、はい、ですね、なんかあるやん、うん、これ自分だけを消すっていう設定もあるんはあるんすかね。あると思うんですよ、うん、あるもある、うん、あると思うけど、相手からしたら相手ですからね、うん、だから消えてまうとこうね、あーそうかそうか、そういうこうむずいさ、うん、ははあとどうしてもあの一人が喋ってみんなが黙って聞く、うんっていう感じになりますよね。そうなんですよ、ね、あとなんか入るタイミング難しいないですか。むずい、あのタイムラグもまあ微妙にちょっとあるじゃないですか、ですね、なんかね、ここって言ったらダラダってかぶって、そうそうそう、あ、どうぞどうぞみたいなね、そうそうそう、こうみんなであの11人いたら絶対あの
メインの方で会話盛り上がってる、サブでこう話してる、こうちっちゃく会話が生まれたりするじゃないですか、うん、あ、居酒屋の席の端みたいな、ね、僕割とそこで話すタイプ、あ、4、2とか分かれてそうですね、うんうん、それがまあやっぱりないっていうのも大きいですよね。ごちゃごちゃになるもんね、うん、小声ででけへんもんね、結局みんな同じボリュームで喋るから誰が喋ってるか分からんみたいな ね、コンプレ、昨日も風の音で出たもんね、なんか風の音で、あれおもろかったっすね、ほんまに風やったね、ほんまに風やったそうみたいなことになってますね、マックの隣に扇風機置いてたんですよね、めっちゃ多かったです、ほんまに風やったんやっていうバージョンがありますよね、ありましたね、ああいうのもね、ちょっと言うのも難しいないですか、いやですね、ね、あの、うん、いやもう信頼関係みんな取れてたんですけど、はいはい、知らん人とかやったらちょっとあれなんか聞こえてますねっていうのが結構むずいですよね、あとどれぐらいの声で言ってんのかっていうのもね、あ、なかなかこうチェックせんとむずいから、こう言われてたりとかしても言うてくれるかどうかね。そうなんです。いや、であれがみんなのとこがそうなってんのか、自分のとこだけが電波悪くてそうなってんのかも、もう分からん。まあちょっと確かめんのも、話し話止めてね、言うのもなんやしなとか、いろいろ考えなあかんから忙しいっすよあれね。忙しいよね。ほんでまあスマホで入ってくる PC で映す、まあバラバラなんしね。ですね。あの Google Meet の画面共有っていうのは、はい、あれはあれですかね、一パターンしかないですかね、画面デスクトップを映すっていうバージョンしかないんですか、ね、ね、いろいろそのソフトで分けられます、分けれます、そうか、それは一応、うんうんうん、一応分けれますけど、うんうん、まあ総じてまあ Zoom の方がいいっていうことですよね、うんうんうん、ね、Zoom の方がありがたいなっていうね、プロなんでね、まあ、時間帯があまりこう、うん、で Google Meet はね、もうほんま30分ぐらいのディスカッションがもう一番向いてますよね、パパッと、はいはい、今からやろうみたいな、で、まあ、カレンダーとね、カレンダーからバッと URL 振ってみたいな、うん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 、やっぱちょっと得て増えてありますね、だからね、うん、そういうのがね、はい、そうですよね、うん、いやでも久々にやっぱりクリームにいて、うんうん、こういっぱい人数がいるとはいえ、やっぱりこうメインでこう話すのは大阪の人たちになるじゃないですか、うん、久々にこうクリームの中の全然違うところの人とお話できたのでめちゃおもろかったっすよね、で僕はほら特にその前回とかも参加してないし、はい、そのね、うんうん、あの、うんうん、クリームのメンバーの人も知らんかったりするから、うん、はい、あ、こんなもの作ってんねやとか、うん、あ、こういう作家さんなんですねみたいなね、はい、分かっていいんですよね、はい、あれやっぱ昨日のやつで一番おもろかったのはやっぱり全員弁当作家ナンシー、あれね、全員弁当ね、あれすごいっすね、あれはすごいわ、見たことのないクオリティが、あれめちゃくちゃ分かりやすいよね、あのインスタ行ったりとかした時にね、いやですね、こういうことやってんねやつよね、なんか一つ一つ投稿にちょっとムービーついてたりするじゃないですか、うんうんうん、そのムービーのクオリティもめっちゃ高い、弁当の顔が動きよるね、動きよるんですよ、これぜひ皆さん調べてほしい、このソフト使ってますとかね、インスタで前衛弁当作家ナンシーって調べたら出てくるので、出てくる、出てくるナンシー、これは熱かったっすね、だから多分このナンシーはナンシー関から撮ってますよね、あ、そうなんですか、ナンシー関消しゴムハンコの、多分ね、ナンシー関が全身ちゃうかな、はい、あ、そうなんすか、いや俺 の勝手に想像やで、はい、これは、うん、でもあるかもしれへんね、可能性あ る、ね、あれはね、切り絵とあの、ね、切り絵の感じちゃうかって、はい、そうです ね、その弁当がなんかあの切り絵みたいな感じになってるんですよ ねキャラクターの、うん、キャラクターというか人ですね、うん、もう人あれ作り方も面白かったね、オブラートでなんかみたいですね、だから作ってる画像みたいよね、画像とか動画どういう風にしてそのね作ってんのかみたいな、うんね、あんな顔なんてノリで作れないでしょ、あれね、なんか描いてる、あれは難しいと思うな、そうですよね、単純に画力めっちゃあるし、いやありますよね、すごいですよ、ほんまに似てるな、見てあの愛だけすごいって分かるのええな、ね、ですね、すごいですよ、あの大体あの鮭を吹き出しに使ってるんですよ、あ、鮭を吹き出しに使ってるパターンですか、あれ横にこう置いてあるやつ、あ、そういうことなんですね、あれその辺とかもなんかいい感じですよね、はい、これもあの差し込んどきます、あのね、ぜひぜひね、ですね、ね、あとなんか今最近ほらあの
ドット絵みたいなのも流行ってるじゃないですか。はいはい、まあ、NFT とかもね、あれ流行ってますし、あの多田さん昔むちゃくちゃ上手かったですよね、ドット。あ、そうなんですよ、あの、そうなんですね、ドット絵の魔術師もうね二十何年前の、はいはい、まだあの MacOS10 になる前の MacOS9 とかの時代の、要はその、うん、あの時ね、あのそのホルダーにアイコンをつけるっていうのが結構流行ってたんですよ、 Mac の世界でね。で Mac の雑誌とか、はい、もうああいうのに取り上げられてましたからね。やばいですね。アイコンをもうマジですごいですよ雑誌になるぐらいだ。もうだから今やもうね、今で言うとほら、はい、Mac とか出た時に、はい、まあ、その夜中あるじゃないですか、あのイベントが、はい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 、で仮に iPhone とか、まあ、Mac の、うん、M2 の Mac なんとか出ましたってなったら、うん、もう次の7時ぐらいにもうそのアイコンを発表するんですね、その新しい最速でこの iPhone14 Pro のアイコンみたいなのを、はいはい、でそのアイコンが掲載されるサイトみたいなのがあって、そこに投稿するんですよ。でみんなだから 今 YouTuber がこぞって動画を配信するようなもんで、うん、アイコン作家がこぞって、はい、早く作って出そうみたいな、であれが 32×32 の、うん、あのドットもうそれぐらいの解像度しかなかったんで、そのドットでいかにそれを表現するかみたいな、いやめちゃくちゃ良かった。で僕競馬その時から好きなんで、はい、その 32×32 で、はい、TM オペラを成田ブランド、あのもうすんごい分 かりにくいっすよ、あのこの流星とかね、そうそう、馬の顔自体がね、馬の顔違いあんのか、違いあんのかっていう、それで表現してた。あと竹豊の顔とかね、はいはいはい、難しいよあの竹豊子の顔 32×32 で、うん、そういうのをね、ね、今でもなんか多分古いデータ探したら出てくる。いやすごいよ、ヒロミドを作ったりね、あれすごかったですよね、マジであれは。アイコンだけでもう我慢できずに、はい、あの今度動くマスコットみたいなのを作ってね。おお、はい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 。M をしたらなんか動くとか。あ、その感じなんですね。また違うアプリで、ヒロミ号マスコットとか言って、J をしたらジャパーンって言うとかね。はいはいはい、まあそんなんとか。いやだから今はどっちかというとボクセルみたいな、はいはい、ちょっとあのまあまだ。ドットの箱が粗い方がなんかぽい感じやん。そうですね、当時はね、あの32掛けでどんだけリアルに寄せるかみたいな、ね、そうですね、逆バージョン、逆バージョン、遠目で見たらちょっともう、まあ、ドットわからんぐらいの、ね、アイコンのこのアイコンホルダーにその絵をこうね、アイコンをかぶせて遊ぶっていうのが流行ってた時期。そうそうそう、だからそれしか表現のあれがなかった、はい、すごかった、ね、限られてるからこそできるすごかった。まあでもあれと同じ感じですよね、あのね NFT のね、ほんまにね、もうまさに面白いです。あれでも多田さんまたちょっとね、ドットいいんじゃないですか。いやもうあんなやる気ないですあんなようやっとったなあんなよう寝ずにあんなよう作っとったなと思います。確かにやらないですか。もうあんな気力も気力ないもん、ないないない、もうやらないですもん、もう作るのも嫌です。絞るバケ、絞るバケ、もうフォトショップでやった方が早いです。綺麗にできます。そうですね。フィルターとかも解像度を下げてしまったりですよね。ほんまにそんな感じ。いやーでもね、まあまあいろんなクリエイターがでもほんまに、うん、面白いですね。ね、だからねあれね。ね、うん、でそこでちょっと持ち上がったネタでね、はい、来年はちょっとそういう展示行動発表会やろうと。うんうん、いやいいっすよね、そうですね。やっぱり作家とかクリエイターの方多いから ね、はい、ね、うん。いやめちゃくちゃやりたいですね。ハヤト君とかもバッチリじゃん。そうそうそう、バッチリだし。ね、ハヤトの横で前衛弁当作家が、はい、コラボして、ね、コラボして弁当作りながら、弁当作りながらそれ弁当いくらで売られるのか僕ちょっと楽しみね。その横でもう松川さん風に吹かれね、そうですね、やっぱり扇風機は絶対扇風機はいりますよ ね、 ね、当然あのワークマンであの仕込んでるやつ出てきてもらう、ね、ちょっと全身から風が風を風が出てうちのお父さんよくつけてますね、ね、TM レボリューションそうそうでその空間には祖前の曲が流れるいいですとか、もう全体のそのいろいろやばい前衛的っすね、いやもうこれはクリームじゃないと実現できない、実現できないです、
ね。これはあれもできるんじゃないですか、はい、レッドカーペットでね。あ、ファッションできる。はいはいはい、ファッションとか。ああ、いや、できますよね。そうなんですよね。クリーム、うん、ほんまにいろんな人いるから、うん、ね、めちゃくちゃごちゃごちゃにもできるじゃないですか、うん、どんな人がいてるのかっていう ね、はい、ね、分かんない、うん、そうそうそう。だからこれからちょっとね、はい、コバさんも一番懇親が続けて、うん、まあ、ちょっとこれから紹介、いや、でもね、僕ね、思ったんですけど、まあ、知らん人もおるじゃないですか、昨日の僕みたいに、うんうん、だから自己紹介するときって、うん、なんかちょっとプレゼンタイムじゃないけど、うん、まあ、PDF 作るか、はい、自分のサイトをなんかこう写すか、あれめっちゃ分かりやすい。そうですね、これ自分でね、なんかこうインスタ探してくださいみたいなのもええけど、うん、やっぱその見ててすごい分かりやすい、ね、なんかチャットのところにみんな自己紹介ポンって載せておくとか、うん、とかね、確かにね、画面共有でなんか見せてほしいなみたいなね、うんうん、分かりやすい。あのズームやとちょっとウェビナーみたいなのできますもんね。だからウェビナー、ちょっとウェブセミナーというか、はい、あのこっちが登壇してる MC がもう仕切っていくみたいな、あ、あ、そうですね。あ、そんなんできる。なんかそういう、そういうやり方もある。うんうんうん。うん、だからね、こう新しい子紹介するときはそういう感じでね、そうですね、分かりやすい、誰かが司会がおってパパッとこう登壇してもらい、紹介してもらうとかの方がいいかもわかんないですね、うんうんうん、そうですね、メイン MC みたいな感じで、ね、そうそうそう、うちにはね、やっぱスーパー MC というコバさんがいますから、いますからね、スーパー MC、はい、ね、ダウンタウンのハマちゃんかコバさんかだいぶですね、回しが回しついてもらわないと素晴らしいですよ。昨日もだってあれですもんね、なんか新商品生まれてましたもんね、アルマイトとなんかかけてね、あ、やったらええんちゃう、そう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 、そういうアクセサリーを作りたいっていう作家さんの人がいて、で、アルマイトの人がいますからね、全然知らないもんね、あんな知らなかったね、そう、あれからこう型、なんか押し型とかね、ああいう、ああいう技術もよう分からへん、あんなあるんやあるんやっていう、ね、そうですね、一人で一から調べてったらたどり着かへんというか、いや出会わないですよ、なかなか ね、よくなんかありますよね、こう特殊なものを作ろうとしていろんなところを探してネットでこう見積もり出したら、あのもう拒否するってぐらい莫大な値段ボンって見積もりくるとか、そう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 、あんなあんなんかって、あの作る機材勝手に使ってねって俺結構よう言われね、あの UV プリンターとか、そうそうそう、あんなんね、見積もりもクソも、あの向こうにちょっとそういうサンプル紹介できるかタダで使ってとかできて商品ねできたらですよね、めちゃくちゃいいし、なんかそういうのもね、なんか使える、いろいろね知っていけば、うん、確かに、いや、めちゃ助かるよね、ほんまにね、いろんな知り合いと知識があれば、そうですよ、その莫大な見積もりが全然ゼロになっていく可能性もあるんで、ほんとほんと、あの人のつながりがあればね、うん、ですね、大体解決しますからね、ね、まあ、これ今はまあ140ぐらいですけど、あ、すごいっすね、140ね、ちょっとね、またどんどんね増えていけばいいですよね。そうですね、うん、奥に隠れている才能の持ち主たちを、そうですね、そうですよ、絶対おると思いますよ ね、はい、ね、若い子なんか特にいいじゃないですか、一気に知り合いでね、はい、ですね、ほんとほんと、なんかそれがリアルの展示会とかした時にこう、ボボボボっと、はいはい、ね、出てきたら面白いですよね、いろんな方法でね、あの昨日あのお弁当作家の方が言ってたあのウェブギャラリーみたいなのもいいよね、はい、うん、いやそうですよね、ウェブ美術館みたいなね、はい、で、なんだったらあのできるか分かんないですけど、会場にこうモニター何個か置いといて、遠方から参加する人そこにデータバーンってこう載せれるみたいにしたら、なんかリアルで結局つながってるような雰囲気にもなるのかなと思ったり、うん、ね、うん、なんか結構そういうのもちょっとやっていけたら、そうですよ ね、いいですよね、なんか最近僕もあのイベンターの方々とつながることがすごく多くて、なんかいろんな企画の話を聞くんですけど、やっぱめちゃくちゃごちゃ混ぜになってるの最近増えてるんですよ、はい、なんか一人あの僕の知り合いでりょうさんって方が考えてるのが、今まあ神社でイベントしたいっていうのを話してて、でそこの神社とかにあのまあテントサウナとかやってる方なんで、テントサウナぶつけたりとか、あとなんかあのお坊さんと対談したりとかで DJ 入れてみたいな、でそこでリアルタイムであのドローン飛ばしても撮影もしちゃってみたいな感じで、こうもうお寺に関すること関心ないことまでも全部こうぶち込んでイベントにするとか、はいはいはい、お坊さんはどこまで行ったら怒るんかっていうのやりたいですよね、そうなんですよね、それ
ドッキリ企画みたいな企画が違う企画な、はい、いやいやお坊さんって怒んのかな。お坊さん、それどこ、そうなんですか、お坊さん怒るでしょ僕もちょっと実は野望があって、はいはい、そのお寺のその建物の中を全部ブラックライトにして、はい、僕がその中でインスタレーション的にあの蛍光塗料でシャンデリアを作るみたいなのをやってみたくて、おでそれをそのお寺のその建物のその庭みたいなところあるじゃないですか、はい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 、あそこでテントサウナをやってもらって涼む場所を中にしたいんですよ。でみんな中に入ってブラックライトの部屋でこう寝ながら僕がインスタレーションを作り続けるのを見るっていうのをやりたいんですよね。あなるほどね、うん、なかなかちょっと想像しにくいよね今言われたところ。なんかこうすごいね、はい、すごいのは分かる。でそこであの祖先くんにアンビエントをバーって回してもらったみたいな。なるほど、コンビやからね、はい、なるほど、幽体離脱みたいな。そうなんですよ、あの日本人でこうずっとぼーっと考える空間ってあんまりやっぱりないじゃないですか、うん、で唯一あるのってサウナの整う時間やって思ってきて、はい、確かに、そうこの時間ってソファーで座ってるだけで何も考えないじゃないですか、うん、ここにアートを入れるっていうのって意外とめちゃ親和性高いんじゃないかなと思ってて、確かにね、そうこれで眠るか見たいかの瀬戸際をこうみんなに体験してもらいたいなっていうのをあれほんまにあのなんか、はい、あの体に何かこうつけて、はい、整うっていうのはどういうことになってるかってやったら、うん、ほんまにあのあれが出てるらしいね、あの前脳内マイク、脳内マイクが、うん、見たいっすね、そう、うんうん、もうほんまになんかそういう状態になってるって言ってたね、はい、らしいです。その熱いのをめっちゃ感じて、で逆に熱ってなったところに体が慣れてった時に急に冷たいのにボーンってやると体があのどっちに合わせりゃいいんやってなって、うん、こうとりあえず回復なんとかせなってなった時脳内マイクがふわって出るらしい。そういう時に出る、出るらしいですね、はい、だからあのよくほらアイデア出す時にこう降ってくるみたいなのあるじゃないですか、うん、歩いててとかシャワー、あの状態になってるみたいですね。だからよくすごいアイデアが結構出て、はい、ただあの整い終わって忘れるらしいんですよ。あー、そうなんですか。だからもうすぐ メモ帳とか置いとかんで、確かにね、って言ってましたね。だからめちゃくちゃあの病気の予防にもいいらしいよ、サウンドね。そうなんですね。あの健康に、へそう、あのあるがん研究してる、うん、もうほんまにあの海外のもうトップオブあの膵臓がんの何だったかな、そのがんをつぶやっつける、ものを開発というか研究ずっとしてる方が、あの結局行き着いたんが、もうがんは変化がえげつなすぎて、あの薬が追いつかへんらしいですよ。あ、そういうことなんですね。うん、いやもう次から次進化してってる、進化してるし、その人に合わせてなんか違うか あれになるらしい。だからこう完全になくすということがむずいと、はい、っていうことで、まあ、そっちを研究するんであれば、はい、あのならへん体やっぱ作る方が早いと、ね、でそれで行き着いていろいろこう探してる中で、うん、あんまりこうハードルも高くなくてみんながやりそうでしかも効果があるもんっていうのでサウナに行き着いた。あ、そこでサウナに、サウナに行き着く、まあ、簡単に集中できる環境だし、すごいこう体内 の あれを活性化させて、しかもこう精神的にもいいと。確かに。でこれほんでなんかサウナ学会みたいなの作りはって、ほんでその人がもう私ぐらいになってきたらね、あのまあ何かよう聞かれるんですね、サウナ学会のあの会長みたいになってるから、うん、はいはい、いいサウナないですかって聞かれるらしいんですよ、うん、はいはい、もう自分ぐらいになってきたらもう家の近所で空いてるとか言ったらどこでももうそのモードになれる、モードになれると関係ない、環境は関係ない、空いてたらええ、言うてましたからね混んでたらあかんねん、混んでたらあかん、混んでたらあかん、その通りかもしれない。そこまではメンタル調整できへん、調整できへん、はいはい、でもあのどこが空いてるかっていうアプリも作りはったんですよ。もうあの混んでるとこ嫌すぎて、嫌すぎて、もうそういう空いてるとこしか、空いてるとこしかあかんってね。いやなんかね、もうめちゃくちゃその人曰くので、はい、まあ、研究者やからほんまかと、うんうんうん、全部疑っていくらしい、言い過ぎちゃう整うとかって、はいはいはい、だんだん疑っていて、ほんまにあの調べはるんですよ、はいはい、いやほんまやわ
これは何、これは言い過ぎちゃうと言い過ぎちゃうととか、もういろいろ全部研究していって、そうなんですよ。でそのサウナ学会のウェブサイトがめちゃおもろい、はい、へもうあのいやそんな視点でサウナ見るいうようなの、うあのう研究結果が、はいろいろ投稿されて、これはちょっと見なあかん、いやもうぜひね、ちょっともうサウナ学会今、はい、大注目、うん、サウナ学会で調べたら出てくるんですかね、多分日本サウナ、あとでちょっと送るわ、あ OK です、うん、ツイッターもやってはるから、そのツイッターもすごい面白い、日本サウナ学会もすぐ出てきましたね、多分これかな、そう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 、へえ、ほんまにやばい、いやちょっとなんか東洋医学的な考え方ですよね、うん、そう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 、でもね未病のね元々の体を良そうそうくするという、うん、まあでもいいことですね、ですね、うん、まあお医者さんが今から間違いないやろ、間違いないでしょうね、それが一番いいということがね、うん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 、いやということでなんかね、これからもちょっとクリエイターのつながりを持って、はい、ね、サウナも入りながら裸の付き合い、裸の付き合いで頑張っていきたいと、はい、今度リアルのもね、まあ、そうリアルねやりたいですね、ぜひぜひちょっと、あと俺ね一個やりたいのね、うん、なんかその音楽イベントやりたいなという、あ、いやいいですね、結構ほらアーティストっていうかそのあの、うん、ほらバンド関係の音楽やる人も多い、はいはい、ここでもね、うん、多いし、うんうんうん、なんかそういうライブ系のやつもやりたいな、確かに、ね、歌を歌うやりいいですね、ビジュアルバンド、ビジュアルバンド久々に ね、あな、なんなら浅香さんも呼んでね、ビジュアル系で結構だから多いんですよ、多い多い多い、そうですね、めちゃくちゃ多い、音楽系のなんかちょっとライブイベントやりたいな、ほんまやわ、そういうのもガッチャンコなってる、うんうん、あの音響やるコーラもいますしね、あそうなん、もうライブハウス、ぜひぜひぜひやりたいわ、あもうすぐ多分できますよ、そうなん、いやできますできます、その場所持ってやってるコーラおるから、あめっちゃいい、うん、それはやります、ちょっと企画してちょっとやりましょう、やりましょう、音楽ちょっとやりたかったですよ、音楽ね最近僕もね、うん、あのそのあもうライブでドラム叩いてない、うん、ああそうなんですね、叩きたいな、いやーぜひぜひ、いや僕、うん、もうぜひクリームの企画でライブペイントしたいんで、クリームバンドできない、ね、クリームバンドでやる、それこそほんまクリエイティブジャム、そうですそうです、やっと確かに確かに、やっとできる、ね、ほんまにジャムダジャレみたいになってますけども、ね、ほんまにそれできたらいいな、まず冒頭オケヒット10連発ね、でん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 からクリエイティブジャム、もう祖先がもう悶絶するというやつで、ちょっと作ってもらってね、はい、ね、いいじゃないですか、はい、うん、ということで今回はちょっと、まあ、クリームの、はい、クリームのね、まあ、ご興味ある方ぜひ入っていただけたらと、ね、はい、思います、まだ概要欄に貼っときますんで、はい、ということで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。